こでは文字式を含む分数と整数の掛け算っていうのをやっていきます。でこれはもう計算のやり方を身につけるしかないので、順番にちょっとやってみましょう。1番です。6分の 2x プラス3かける12と。でまず何をするかっていうと、パッと見て分かったかもしれないけど、ここ分母と12、分子っていうの約分できますよね。なのでここ約分してあげます。そうすると分母の部分は1でなくなるので 2x プラス3とかける2が残ります。で大事なのはこの2っていうのはこの 2x プラス3全体にかかっているので、こうなるってことですね。括弧をつけてください。大丈夫ですか？でここまでくればあとは分配法則で展開をしてあげる。そうすると 4x プラス6ですね。大丈夫ですか？約分をしてから括弧に気をつけて計算をしてください。2番もやってみます。2番はマイナスがかかってますね。それに注意してやってください。約分をしてマイナス4です。なのでマイナス4が 4i-1 にかけられてます。展開するとマイナスがあるので符号が逆ですね。マイナス 16y プラス4になります。じゃあ3番もいってみましょう。で3番も約分ができるときは約分します。2で割れますよね。2で割って2で、2で割って5です。これ以上できないですよね。なので分母が残ります。2です。で分子の 5a プラス3にこれ1分の10だったので1分の5ってことですよね。なので分子にこの5がかかってますよと。なので式はこうなります。大丈夫ですか？で分子だけで分配法則を使ってあげると。なので答えは2分の 25a プラス15になります。大丈夫ですか？まずは約分をして、で括弧に注意をして計算するようにしてください。